この校ではアメリカ合衆国におけるスクールバスについて述べる。アメリカ合衆国においてスクールバスという語は通学や校外活動の際に生徒を乗せることを目的として設計・生産されたバス車両を指し1827年にイギリスで馬による牽引の25人乗りタイプが登場したのが発祥である。北米大陸では登場当初から連邦法や 各州法などによって、スクールバスは他のバスと外観で区別できるようにすることが義務付けられ、連邦安全規格では、スクールバスは黄色の塗装と安全、警告のための独自の装備を有すことが要求された。また、スクールバスの利用に際しては、保護者らに金銭的な負担を要求することは、ほとんどない。アメリカでは、単にスクールバスといった場合は、 基本的に車両そのもののことを指すことが多いが、アメリカ以外では通学の便に供されるバス全体を指すことが多い。アメリカでは毎日48万台以上のバスが計2600万人、毎年延べ100億人の生徒を乗せて走っている。特に郊外、田舎の生徒の半数以上がスクールバスを利用している。スクールバスは航空ごとにリース、 購入されるなどして管理されているが、米国内の約40%の航空は、スクールバスコントラクターへ委託して運行している。馬車式1912年以降のスクールバス馬車式の、スクールバスは、英語で、キッドハックと呼ばれるが、ハックとは馬に牽引される車両の総称である。1837年アメリカにて、ウェインワークスが設立されたが、1880年までに、 一般的に、キットハックと呼ばれる児童、生徒輸送用の馬車を生産する会社として知られるようになった。キットハックのほか、スクールハック、スクールカーなどとも呼ばれた。馬なしスクールバスの理念は、キットハックに続くものとして、今でも続いているが、当初は馬車を牽引中の馬が驚くことのないような、見た目で作られた。多くのキットハックは、その外周に沿うようにして、 ベンチシートを設けていた。初期のスクールバスは家と学校を行き来するのに、子供が一人で歩いていくのに相当な距離を要するような地域で強用された。実際のところ、キッドハックと同様、トラックの荷台を拡張し、ホロをかけただけのものに過ぎなかった。ガラス窓車、ウェインワークスは1920年代初頭という極めて初期に、 手巻式カンバス製カーテンの代わりにガラス窓を採用した事業者の一つであるが実際はギリック・ブロスがそれより以前にすでに開発から特許の取得まで至っているカリフォルニアトップの名で知られたギリック・ブロスの衣装は一定幅に窓枠で区切られ上下開閉機構もついた窓とわずかにカーブし補強された金属製屋根が特徴である一方で 1930年代まで他の事業者はカーテン式窓を採用し続けた。1930年、ウェインはオール金属車体のスクールバスの生産を開始し、クラウン車体も1932年、金属車体のクラウンスーパーコーチでウェインに続いた。スーパーコーチは76人乗りと、当時では最大定員を誇る車両であった。 1930年代後半のスクールバス1930年代スクールバスギリック兄弟のカリフォルニアトップはスクールバス産業の拡大に一役買うこととなったスクールバスが自動車産業の一つの分野として一般的になるにつれ各メーカーが独自に金属製車体の生産を行うようになった大量生産へ スクールバスは注文生産が一般的であることから大量生産は難しかった。また、スクールバスが一つの自動車の形式として発生したものの広半性のある工業規格がまだ設定されていなかったのである。1 9 3九年、農村部教育のエキスパートであるフランク・ W ・シール博士によって結成されたコロンビア大学教員協会の会議にて、スクールバスは 大きな変化を遂げた。会議には公共交通関連の役人や車体、車真製造会社の代表、塗料会社が参加した。その会議ではスクールバスの全部くらいに関して外観から座席の配置まで全44の標準規格が定められたが、その規格の多くは各車体メーカー間の一貫性を生み、当時の大規模生産と同程度の製造コストや 煩雑さの大幅な軽減につながった。また、北米文化の中で今なおスクールバスを象徴する、車体の標準色、スクールバスイエローも、この会議の中で制定された。詳細は口日レストアされた1950年代のスクールバス第二次、世界大戦後、ベビーブームにより急速な人口の増加が見られ、即座に学校の建設を追い越すペースとなった。 これに伴って、都市でも田舎でも、スクールバスの需要が急増した。スクールバスが、当初の農村部地域の輸送を担うものから、都市内や近郊など、人口密集地域でも使われるようになるにつれて、従来のスタイルから発展し、定員や操縦性を改善した、箱型スクールバス、特別支援生徒の送迎や、共愛路の運行に適した、 小型スクールバスの2つの新しい形態が生まれたが、トラックのシャシーを用いた従来型のスクールバスも多くの運行者によって以後数十年間引き続き使用された。箱型車、箱型車体の車両1930年代、クラウン車体、ギリック、ブロス、ウェインワークスをはじめとするスクールバスメーカーは大量輸送用に供される公共交通としてのバスに影響を受け、 全面が平坦なデザインのスクールバスを開発した。現在の命名法の下では D 型スクールバスとして知られる。前述の通り、クラウン車体は丈夫で、家定員の初の箱型スクールバスを1932年に設計し、スーパーコーチと名付けた。これは多くのカリフォルニア州の航空が丈夫な乗り物を必要とする土地事情にあったためである。 1948年、ブルーバード社の創設者アルバート・エル・ルースは、現在のブルーバード・オール・アメリカンの祖である、箱型車両を、1959年、ギリック・ブロス社は後に、西海岸の代表的スクールバスである、ギリック・トランジット・コーチ・スクールバスとなる、リアにディーゼルエンジンを搭載した箱型車両を、開発した。クラウン車体により1932年の時点で、 D 型は登場していたものの、実際に広く使われるようになったのは、第二次世界大戦後のことである。1950年代、ベビーブーム時代に生まれた子供たちは入学し、生徒数は急増した。これにより航空はより細分化され、スクールバスの必要な台数も増加した。この解決策として、呼び声がかかったのが、箱型の D 型車である。その形状を活かして、 定員を最大97人にまで増やし、車両の台数を減らすことによって、トータルの整備回数と運転指数を減らし、スクールバス購入にかかるコストも抑えた。結果として1950年代は D 型の生産が急増したが、21世紀となった現在でもトラックのシャシーを用いた従来型がアメリカ合衆国のスクールバスを接見している。 小型車小型車1960年代初頭、従来型のスクールバスは、メーカーが車ーをピックアップトラックのものから中型トラックのものに変えたことにより、車内容量の増加が図られた。増えゆく需要によってより大型のバスが必要とされた。一方で、大都市内の一部地域によっては、道路が境隘なためにフルサイズ車による送迎が不可能な地域もあった。そこで、 バンや SUV を改造して、スクールバスとしての要件を満たす車両が考えられた。1967年、最初の小型スクールバスが、コリンズバス社によって発表され、ウェイン・バセット社も1973年に、同様の小型スクールバスを発表した。現在、A 型スクールバスとして知られるバンをベースとした車両と、同時に、宅配バンや、ステップバンなどのシャシーをベースとした、 B 型も製造された。こちらは A 型よりやや大ぶりで1977年から2005年にかけて生産されたブルーバードミニバードがその一つである。A 型は主にマグネットスクールやタレンテッドギフテッドの生徒、あるいは老学校の送迎に使われるが、アメリカのスラングではこの A 型バスをショートバスと呼び特別支援学校のスクールバスとして嘲笑的に 語られることもある。実際特別支援学校の生徒の送迎には、車椅子生徒用の自動昇降機が設置された車両が用いられ、精神、身体障害児に適切な対応を行える、天井員が乗車した車両が用いられ、A 型であるとは限らない。他の変化1977年、連邦政府は、スクールバスに関する多数の安全規定である。 スクールバスのための連邦自動車安全規格を設けた。これにより、多くの車種について設計が見直されることとなった。その最たるものでは、背もたれを高くし、詰め物を増やすという改良要件がある。その他、車体の板金も、衝突安全性を考えて、より丈夫なものとするよう命じられた。2002年、米国運輸省道路交通安全局、 六強と謳われた1980年時点の北米の主要スクールバス車体製造メーカーは以下の通り、西海岸向けにスクールバス製造を行っていたクラウンとギリックに加えトラックを製造するフォード、GM、インターナショナルハーベスターから供給されたシャシーに滑装する車体の製造を行っていた六強が存在していた。 ところが1980年代から1990年代にかけ、破産したり買収されるメーカーも出てきた。この間にスクールバス製造業に新たに参入する業者はほとんどいなかったが、その一つ、フライトライナートラックスは90年代後半にシ,ャシーの提供を行った。6強と並び称されたもののうち2005年までに残存しているのはブルーバード、トーマス。 IC コーポレーションの3つのみである。他の変化1970年代に起きたオイルショックの影響で省エネ性能のスクールバスの開発が始まった。1980年代、各メーカーは各方に対しオプションとして出力や燃費でガソリン車に圧倒的に勝るディーゼルエンジンタイプも選択できるようにした。この当時スクールバスはガソリン車が主流でディーゼルエンジンは D 型車にのみ搭載されるものであった。1986年、ナビスター・インターナショナル社が初めてガソリンエンジンを搭載しないことを前提としたシャシーの開発をしたのをきっかけに他社も追随し、1990年代中期までにはフルサイズ車体のガソリン車は完全にディーゼル車によって置き換えられた。その他、 1980年代より運転手のために操作性を高める改良も多々、施された。特に人間工学に基づいた改良はウェインライフスター社によって行われ、その技術を用いたブルーバード TC2000 とトーマスセーフティーライナー MVP も予想をはるかに上回る売り上げを博した。1996年にはアムトラン社が初の低コストリアエンジンドライブ式の 車両インターナショナル3000を発売した。2001年、カーペンター社の事業終了後、ゼネラルモータースとフォードもフルサイズのスクールバス製造からだんだんと遠のいていった。カーペンター社が1998年に最後のバス用シャシーを製造した後、ブルーバードにシャシーを提供するというフォードとの合意は2002年に破棄された。シ,ャシーの提供先が見つからなくなった GM も、 2003年にフルサイズバス用のシャシーを製造したのが最後となった。今日、GM とフォードは A 型車のシャシー供給のみを独占的に行っている状態である。1980年代から1990年代にかけてのスクールバス製造会社の統合はその業界のあり方を変えるものであった。過去、スクールバス製造会社は買い手が指定したシャシーに 自社の車体を乗せるという業態をとっていたが、その後の合併や買収で、メーカーが組み立てられる組み合わせは減少していった。選択肢は大幅に削られたものの、これがスクールバスの製造革新につながっていった。フルサイズ車ブルーバードビジョンもともと CE 型車は、他社が製造した車芯に車体を仮装する形で、製造されていたのだが、2004年、 ブルーバードは初めて一社完結型製造の車種を発表した。それがブルーバードビジョンである。車シ,シーは専門の会社によって設計され、その製造は自社の工場で行っている。同年、トーマスバス製造もセーフティーライナー C2 を発表した。外観はフライトライナー M2 ビジネスクラスと似ているが C2 は 車体とシャシーが一体的に設計されている。ビジョンもーにも実際は出入口ドア周りの視界の改善のために発表された車種である。2008年オールアメリカンの新デザインが2010年モデルとして発表され、これまで45年間のブルーバード製。これに伴って他の車種も若干の変更が加えられた。2011年6月。 ケベック州産ジェロームに本社を置くライオンバスがスパルタンモータースの分離子会社スパルタンシャシー社と提携を結び合衆国のスクールバス製造業に参入した2社は C 型スクールバスの製造に関する協定を結んだライオンバスはコーベールバス社の前社長と前上級ボードアドバイザーによって設立されたコーベールバス社はもともとシャシーから車体までの製造を 行うスクールバスメーカーであったが、2007年、コリンズ産業により買収されて廃業となった。小型車小型バスの製造においては、2000年代末期に大きな変革を迎えた。ゼネラルモータースが1990年代後半に P 型車 C の生産を終えると、すでに減少傾向にあった B 型車は、ほとんど見られなくなってしまった。実際のところ、小型スクールバスは、 すべて A 型車となり、GM とフォードだけがシ、車シーの提供会社である。A 型スクールバスの単独製造メーカーでは、最大級のコリンズバス車は、前述の通り2007年、カナダのスクールバスメーカーである、コーベール車を買収した。コーベールは、コリンズの子会社となり、オハイオ州に拠点を置く、ミッドバス車と並行され、全製造ラインは、 カンザス州にあるコリンズの工場に統合された。過去10年の間に小型スクールバス製造業に参入したことで様々な面から成功を収めた小規模の会社も存在する。その代表的なものにスタークラフトバス社とトランステック社があり、いずれもまだ拡大を続けている。また2009年後半、ブルーバードとジラルダンミニバスは合弁事業を開始したが、ブルーバードは フルサイズ車の製造開発に専念するべく、カナダにおけるジラルガン製品の製造のことも考えて、1975年より継続されてきた A 型スクールバスの生産ラインを終了させた今日では、ブルーバードはフルサイズ車のみを製造している。他の変化ゾナー、GPS のトラッキング装置バンパーに遮断機が取り付けられたスクールバス2000年代後半には、 スクールバスの環境性能や安全性能を向上させるべく様々な新しい改良が施されるようになった。従来のディーゼル車に加えディーゼルハイブリッド車が発売されたり三点式シートベルトが採用されるようになるなどした。また車両全部の遮断機は1990年代後半にはすでに使用が開始され多くの航区で導入された。その他保護者に バスの位置情報を随時伝えるための GPS トラッキング装置や誤って生徒が車内に残ったまま入庫することを防ぐ警報装置も導入されるようになった。スクールバスメーカーは二次製造業者であることが多いが、車体とシャシーが同一の会社で製造された車両も存在する。特に D 型は車体とシャシーが同一である方が一般的である。また、 2013年には北米だけで36,073台のスクールバスが販売された。アメリカ合衆国では現在以下6つの事業者がスクールバスの製造を手掛けている。このほかカナダのライオンバスがカナダとアメリカ合衆国向けに C 型フルサイズ車の生産を行っている。過去、ブルーバード、トーマス、ウェインなどといった一部の事業者はカナダにも 生産拠点を持っており、カナダとアメリカの間で互いにスクールバス車両の輸出入を行っていた。北米では、スクールバスは4つの車体区分の下で生産されており、それぞれトレードネームとアルファベットで区分される。北米のすべてのスクールバスは、標準床が採用されている。アメリカでは、車体寸法の最大値が決められており、全幅102インチ。 全長45フィートまでとされている。この規定にのっとり、現在スクールバスは最大90人まで乗車できるような設計がされている。1939年に最初のスクールバスの規格が作られて以降、幾度かの改正を受けてより厳格な規格となっていく中、各州、連邦政府ともにその変化に対応してきた。行動上での安全優先権は高く設定され、 現在では、生徒の乗降の際に、車体側面に一時停止標識が出るほか、乗降中であることを示す、点滅灯も取り付けられている。また、その大柄な車体のために、運転手から見て、乗降客や、周囲の歩行者を危険にさらすような資格も多い。こうした状況を改善するために、設計や規格を見直し、客席窓、フロントガラス、車体、 ミラーなどといったものはできるだけ大きなものを取り付けるようになった。さらに、スクールバスの車体は多数の非常口が備え付けられ、横転、衝突時にも車内を守るロールケージ構造となっており、万が一の場合でも速やかに車外へ避難できるようになっている。シートベルトの着用についても論争があり、米国家運輸安全委員会では、 シートベルトを着用していなくても自家用車よりは安全であるという見解である。北米大陸においてスクールバスが一つの乗り物の形式として認められる。一方で大事故の際の車内の安全が懸念されるようになってきた。いく度かの大規模なスクールバスの事故により車体のジョイント接合部に構造的な脆弱性があることが分かったのである。 その結果1930年代からは縦向きに組み込まれた鋼柱が安全のようとなりフレームに補強鋼板と鋼柱がリベットなどで直止めされる形式となっていった1967年自動車衝突安全テストにバスの項目が追加されるとボード車体製造は当時のバス車体の構造では横転時に後半そのものが破断を起こすことを突き止めたそれに加え 他社はオードに比べて、後半の固定箇所が少ないということも明らかにした。対照的に、ウェインは自社車両の衝突安全テストの結果から、固定部分の数に関係なく車体のジョイント接合部が脆弱部位となると発表した。結局、補強後半の継ぎ目の強化のためには、プレス加工を広い範囲に少ない箇所に用いるのが最も良いとされた。 完全な一枚板とするのは難しい。買ったもののメーカーによってスクールバス車体の補強後半の継ぎ目はできる限り減らされた。21世紀になると補強後半の接合に接着剤を用いリベット止めの箇所を最小限に抑えた新型トーマスセーフティライナー C2 が登場した。2012年には車体寿命に大きな影響を与える腐食を軽減する。 合成補強版を採用したライオンバス360ディグリーが登場した。スクールバスの構造的完全性が注目されたことで、連邦自動車安全基準のスクールバスの項目に次々と企画が追加されていった。多くが1977年4月に設定されたものだが、いずれも現在まで適用されてきている。こういった全国的な新しい規格は設計だけでなく、 安全性能についても大きな変化をもたらした。現在でもアメリカ国家道路交通安全局やカナダ運輸省を筆頭とし、バス作業全体や市民団体などの尽力により、さらなる安全の維持、向上が図られている。車体に近接している場所が見渡せるミラースクールバスイエロー制定前のオレンジ色のスクールバス車体後部の反射テープ運転手にとっては、 走行中の安全だけでなく、乗降中の安全も重要となる。大きな車体が生む資格はそういった安全を妨げるものであり、乗降する生徒だけでなく、近くを歩く歩行者にとっても、運転手が車体周囲をくまなく確認できることが運行の安全で大変重要な要素である。実際、アメリカ合衆国では、スクールバス乗降時の死亡事故の2、3は、 スクールバスそのものによって引き起こされている。こういった問題を撲滅すべく、スクールバスは一般の車両とは大きく違った車体ミラーの装備をユース。スクールバス設計において、資格の減少は最重要課題であり、年式が新しい車両ほど窓やミラーは大きく、資格は少ない傾向にある。スクールバスイエロー1939年4月。 コロンビア大学大学院教育学院教授フランク・ W シール博士が開いたスクールバスの全米標準策定に向けた会議にて夕暮れや早朝でも最も見やすく車体のレタリングとの対比も容易な色であることから黄色がスクールバスイエローとして北米スクールバスの標準色に選定された現在この黄色は世界的にスクールバスの衣装として認知されており 代表的なものでは、アメリカ合衆国のナショナルスクールバス、クロッシーイエローやカナダの一部地域のクロームイエローがある。また、北米大陸外にて、特に国家的に定められたものではなくとも、スクールバスを黄色とする場合もあるが、基本的には、地域の事情に合わせて白やオレンジなどといった色で統一されることが多い。反射材のオーソン部では、悪天候時や早朝など、 視界が効かない場面での運行も少なくない。そのため、他社からの視認性を確保すべく、スクールバス車体後部に反射テープを貼るよう取り決めをしている州もある。反射テープの寸法については州ごとに違うが、後続車のヘッドライトに照らされることで、スクールバスの位置や大きさを把握できるように貼ることが取り決められている。連邦自動車安全標準第217号では、 非常を口にき、白、赤のいずれかの色の反射テープを貼ることを命じている。これは、暗がりの中での事故でも救助を円滑に行うためである。カナダでも同様だが、赤色の使用ができない。車体上部には赤と黄色の点滅灯が、車体左側には一時停止標識が設置されている。いずれも、運転席から操作可能で、スクールバスが停車する直前、 後方の車両に注意を促すために黄色いランプが点滅し、完全に停車し、ドアを開くと赤いランプが点滅し、一時停止標識が開く。この際、後方を走る車両は、黄色灯が出た時点で減速し、車線の数に関わらず、追い越しをしてはならない。対向車両についても、中央分離帯がない限りは同様で、スクールバスが対向車線に止まっている場合、 スクールバスより先へ進んではならない。ありがとうございます。